ポリゴン買いそびれました。なぜ急騰してるんでしょうか。まあ、ポリゴンが優秀っていうところありますね。その、まあ、仮想通貨ってですね、その何ですかね、あの毎回毎回アップデートしてるじゃないですか。でポリゴンってなんで安かったんですかって言ったらダメだったわけですよ。でなんでポリゴンってあの急騰したんですかって言ったら良くなったからなんですよね。これすごくシンプルなんですね。でポリゴンってなんでダメだったのかって言ったら、その、まあ、手広くやりすぎていてですね、その、まあ、動かなかったんですよね。でポリゴンを使ってで いろいろ例えば NFT もポリゴン化が早かったじゃないですか。で、ポリゴン使ってた人からすると、まずブリッジが数ヶ月止まってたんですよね。なので使えないっていう、その使いたくても使えないってどうしろっていう話なのっていうのが結構ポリゴンにあったんですけども、まあ、それのイメージ悪いですよね、そういうことやってると。で結構その使いようがないから下がりますよね。あの実際ニーズある人が使えなかったんで、でバッと使えなくなったんですけども、当然それって回収されていて、アップデートされて、今度は、レイヤー2ブロックチェーンとか、その EVM 系のブロックチェーンの中で、一番拡張性が高いのがポリゴンになったんですよね。そうすると、いいじゃんっていう。なんか市場ってなんか反応的にですね、動くんですよね。なんで、あ、これトラブルあったらダメだねってなって、治ったらいいねって上がるんですよね。なんでこれを、いや、読めなかったですっていう風にやるよりも、ちょっとね、応援の気持ちがやっぱり入る。いや、例えば、ガツって落ちた時に、なんかトラブルがあってガツって落ちるんですけども、落ちた時に、いや、このチームだったら、絶対にこれを、バネに絶対いいもの作ってくれるって思って投資すると、結果出るじゃないですか、その場合。で、ダメだったらチームと一緒にこう落ちるって形になるので、結構仮想通貨がなんかそのコミュニティが宗教的だったりとか、なんか応援っていうような感じになるのは、そういうところがあります。要は、反応ですね。これが起きたから落ちる、これが起きたから上がるみたいなものなので、まあ、ここだったらやってくれるみたいな持ち方をする人が多いかなと思います。はい、なので、別に一生ものじゃないと思いますし、人が増えるとトラブルが増えるんですね。なんで、使い、安いものって人が増えるんですね。ってことは、トラブルと、修正の再評価の繰り返しなんですよ。どちらかというと、絶好調で過去実績があるところがトラブったときに、ああ、こういうトラブルだったらまだなんとかなるんじゃないかなと思って、底買いするみたいな形でも僕はいいかなと思います。まあ、もともとね、評価されてから買ったって別に、高値掴みしてるわけではないと思いますんで。